演舞開演。どうも、本日はこちらオイシスのもっちもっち無地抹茶を食べたいと思います。あ、いいか。オイシスのもっちもちって確か前にイチゴか何かで食べたことあるんですけど、無地抹茶は新たに仲間入りしたのかな。生地の感覚はいかにももちもちしてそうな感じですね。ではまず中身を拝見していただきます。うん、その時のこと食べた瞬間に思い出したよ。生地の弾力が本当にもっちりとしてきて、でもお餅ともそちょっと違うような感じで、なんとも言えない独特な食感がありました。それを噛みしめると中から宇治抹茶の甘さが口の中にふわっと広がってとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。